ダンスビューの読者の皆さん、こんにちは。金光信介と吉田夏子です。今回の DVD は新企画として、はい、2種目の、アマルガメーションを、収録しているという。そうですね、新シリーズ、新シリーズ、新シリーズ第1弾をやらせていただいてとても嬉しいですね。トップバッターを飾るというね、はい、完全にあの僕たちの波が来てるんじゃないかという感じですけれども、はい、まあ冗談はノリノリでね、そう、新シリーズをお届けしたいと思っておりますが、はい、はい、今回はですね、はい、夏子先生、はい、ルンバと、そうですね、パソドブレを、はい、2種目、収録しております。はい、ルンバもパソドブレもですね、基本的には、ベーシックを中心に、後半に若干あのバリエーションをね、うん、はい、織り交ぜて、お届けしたいと思っております。そうですね、あのパソドブレは結構初心者の方ですとか、やったことのない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、少しバリエーションも入っていますので、皆さんにこう踊りやすいようになっておりますので、はい、ぜひお楽しみになりながらご覧くださいね。デモや競技会にあのぜひ、応用してみてはいかがでしょうか。はい、それでは、行ってみましょう。イントロ。スライディングドアーズ。もう一度やって、オープンフェイシングポジションに戻ります。9番ロックス、オープンヒップツイストから早いタイミングでファンポジション、2 3 4 1 2 3 and 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 and 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4 1 and 2 3 and 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3One, two, three, four. Two, three, four. One, two, three, four. Two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, and four.
はじめにスライディングドアーズの解説をします。スライディングドアーズは皆さん非常によく使うステップなのですが、ここで挙げるポイントとして音楽の緩急を、見せてほしいと思います。まず男性が、女性のサイドに出てきます。ここから2、3、この後の4というカウントをなるべく切れ味よく4と踊ります。その後に柔らかくボディを使う。同じように次の4は速く、その後は柔らかくというふうに、フォッという音はクリアに。そうですね。その音を速くするためには必ずその前の音を溜めてあげてください。最初のスライディングドアーズで開いたら2、3を溜めることによってフォッが速くなります。次も2、ここは柔らかいイメージで3、ここは溜めて、次はスッと速く、その緩急を見せてあげることでスライディングドアーズはよりクリアに、そしてエレガントに見えると思います。はい。次にオープンフェイシングポジションから9番ロックスに入る、入りの説明をしたいと思います。この状態から2、3、4 1、2、3、4 と入るんですけれども、通常男性の9番ロックスへの入り方というのは2種類ありまして、チェックした左足に右足を寄せてきて女性を引き込むやり方が一つ、もう一つはチェックをして左足から右足に体重をきちんと戻してサイドに出るやり方がもう一つ。今回はですね、この2番目のやり方で、解説をしてみたいと思います。ポイントとなるのは男性がきちんと左足から体重を右足に乗せてあげる、この右足に体重を戻す力が女性の左足に体重が乗り込むリードにつながります。この状態から体を回転させてあげる、そうすると女性もバランスを崩さず綺麗な形で9番ロックスに引き込むことができると思います。そうですね。ここで女性のポイントは先ほどの男性の動きをした時にきちんとすぐ横にかからちゃをしようとする意識が強すぎて最初の一歩を前進しきらないうちにパッパッと横に行ってしまいがちなんですけれども、しっかり男性のリードを聞いて前進ウォーク乗り切ってから次のサイドかからちゃっていう風に入ってあげることによってよりこのステップのこう奥行きが深くなっていくと思います。はい。角度を変えてもう一度こちらの方が多分見えやすいと思いますのでこちらからやってみます。この状態から2、3、4 1、2、3、4、女性の体重がきちんと左足に乗って回転をしているのが、見えると思います。はい。はい。次はですね、9番ロックスからオープンヒップツイスト、そこからファンに開く、足型を説明したいと思います。ここで注意してほしいのは通常のタイミングとは違い少し女性のタイミングが早くなるということを、理解して踊っていただきたいと思います。カウントで言うと、女性を9番ロックスに引き込んだのが4 1 2 3 4 1 2 3 4。この足の上にまず女性を立たせます。その時男性は一度シャッセをしてランジポジション、足を開いたポジションになります。ここから、男子は右足の上に体重を下ろしてきて左足に体重を移していきます。これが、女性のリードにつながって女性のタイミングは3 and 4 という、シンコペーションの早いタイミングに、なります。注意してほしいところは男性がランジをしてすぐリードをしてしまうと女性のタイミングは、正しいタイミングが得られません。
そうですね、待てないというか待たせてもらえない感じになります。なるべくこのフレームというか、アームをここに置いたまま4-1-2まで我慢。そう、2まで女性もしっかり自分のラインを見せましょう。2-3-4。男性が行っていいよという合図が来たら、女性も自らの足を使ってスパッとファンポジションに開いてあげる、はい、ね、簡単なステップなんですけれども、タイミングを変えるだけで、随分バリエーションっぽくかっこよくなると思いますので、はい、練習してみてください。4-1-2-3-4 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 アレマーナ、ハンドトゥーハンド、カール、アイーダ、コントラクション、スポットターン。4 1 2 3 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 4 1 2 3
4 1 2 3 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 4 それではグループ2の、ポイントを説明したいと思います。ここではですね、非常にオーソドックスなベーシックのステップを取り上げているんですけれども、ハンドトゥーハンド、ハンドトゥーハンドから、カールアイーダを説明したいと思います。ハンドトゥーハンドを踊るときにかっこよく見えるコツはですね、2、3。ここで通常だと一度向かい合って交代するのが、ベーシックのやり方だと思うんですけど、僕たちの場合ハンドトゥーハンドを踊るときはまっすぐ前進をして回転量を増やして交代する形でやっています。この後もまっすぐ前進してギリギリまで体を絞って切り返す。はい。この後、カールします。ここもタイミングを通常のタイミングだと4 1 2 3
4、これがカール・アイーダの通常のタイミングなんですけれども、ここも2、3、ここで食べます。4、1、2まで我慢して3&4と、こういうカウントの、引っ張りがあるともう少し切れ味よく、そうですね、同じステップでもそのタイミングを変えてあげることによってボリューム感ですとかそのスピード感がより見えやすくなってくるかと思います。はい、4 1 2 3 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 4 1 2 3
オープンフェイシングポジションからナチュラルトップ、クローズドヒップツイストの応用、女性をファンに開かせて男性が3ステップターン、9番ロックス。2 3 4 1 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 2 3 4 1Two, three, four. One, two, three, four. Two, three, four. One, two, three, four. Two, three, and four. Two, three, four. Two, three, four. One.はい、グループ3の解説をしたいと思います、はい、ここでは、クローズドヒップツイストの、説明を少し詳しく、していきたいと思うんですけれども、通常のクローズドヒップツイストと少しやり方を変えて今回、踊っています。2 3 4、通常のヒップツイストでしたら、男性も足をクローズするか後ろにかけるんですけれども、今回男性は足を開いたまま、その代わりこの後女性のボディを一度前に使わせて後ろに戻してファンに開かせるという、ちょっと、足型というよりもボディのムーブメントをこう見せる、ヒップツイストを入れてみました。そうですね、ヒップツイストというとやはりあの見せ場はその名の通りヒップのツイストなんですけれども、ここではそれプラス女性のここではヒップツイストをして、その後のための部分で女性のこういううねりですね、それを利用することによって次のファンポジションへシンコペーティッドタイミングで開けるというあのステップ、はいはい、にしてみましたので、ぜひチャレンジしてみてください、はい、男性はですね、ぐにゃぐにゃ動けませんので、はいね、男性はきちんと枠を女性を支えていけないといけないので、フレームをしっかりキープしてください。その中に女性のボディが入ってきて出てくるという、この、リードとフォローがうまく噛み合うと、
ボリュームのあるね。そうですね。男性が土台になってその中で女性がうねるという、ステップにしてみてください。はい。4 1 2 3 4 1 2 3 and 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1。男性がロンデをします。女性を引き込んできてオープニングアウト、アドバンスのヒップツイストから2人が離れます。4 1 2 3 4 1 2 3 and 4 2 3 4 1。それではグループ4の説明をしたいと思います。はい。このグループでは僕たちが実際に試合で使っているステップを中心に ね、バリエーションが入っております。構成してみました。はい。若干ね、難しいところもあると思うんですけれども、はい。ポイントを説明したいと思います。この男性が前にいて9番ロックスは終わりました。ここから、2 3 4 と男性がロンデをしていきます。この時の注意点としては、この手を中心にお互いが離れていくので、この手には影響をなるべく与えないように引っ張ったり押したりしちゃうとお互いのバランスが悪くなるので、この手は動かさない。はい。そこから男性がロンデをしていきます。ステップが3で着地したら、この3の足の上で踏み替えて女性を引き込んでいく。そこからオープニングアウト2 3 4で一気に2人が集まります。そこから1で沈んで離れていく。なるべくですね、動きを大きくダイナミックに使うことで、ドラマティックに競技会向きというかね。そうですね。デモ向きに、通常のオープニングアウトでクローズするというとどうしてもこうペタッとなってしまいがちなんですが、ここではボリュームをもっと出して次の3でこう乗った時に右左足の上を少し女性はバランスをオーバーするような感覚でふっと戻ってあげると、この戻りがより早くですね、その男女の駆け引きというか男性の中に飛び込んでいるようなイメージになりやすいので、そのバランスを少し使ってあげるとよろしいかと思います。はい。もう一度、やってみます。はい。この状態から4 1 2 3、ロンデをして女性を引き込む。オープニングがアウトに開くときは女子をリードして自分が後から開く。ここで溜めてザアッパというイメージ。ザとか、ね、こうパとかで言ってもあれですけどね。ドラマティックに、カニミ先生のその掛け声のようにドラマチックにやってみてください。はい。
1、2、3、4、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 1、2
男性パソシェイプ、女性スパニッシュラインからスタート。3ステップターン、スパニッシュライン、フラメンコタップス。足をクロスして回転、アペル、プロムナーズ、そのままグランドサークル。足を揃えてシャセ、ファーラウェイ、シャセケープ。もう一回、女性が回り込んでランジライン。足をクロスして半回転、ボタホゴ、一歩踏み込んで前ロックスパイラル、踏み込んでロックスパイラル。女性4歩出てきてロンデ、4歩ステップをして両足を揃えます。男性リードで女性を回転させてロック、送り出して男性シェイプ、女性回転。セパレーションの応用で男性が近づいてきてザ・パ、最後にポーズ。はい、それではパソドブレのステップの解説をしていきたいと思います。はい、まずはじめに、プロムナーズからグランドサークルのこの流れをですね説明したいと思います。はい、パソドブレはステップ、いろんなステップがあるんですけども、はい、どんなステップにもかかわらず必ずパソのシェイプというかラインを保ったまま、踊っていくとそれらしく見える、形になりやすいというか。そうですね、まずフレームをキープすることと腰を入れること、それがやっぱパソらしさになってきますので、それは守ってあげてください。はい、それではですね、僕たちのアマルガメーションから言うと2人が離れたところからアペルをして進んでいきます。離れてアペルをして組んでいきますけれども、この時点で2人とも、ご覧のようにしっかり腰が入っている状態、この状態からアペルをします。そこから組んでいくんですけれども、すでにお互いフレームを意識してほしいです。組んだ時にきちんとフレームがある状態、このフレームを保ったまま2人がステップを踏んでいく。この後グランドサークルに入りますけれども、男性は左サイドにシェイプ、女性は右サイド、このフレームをなるべく大きく保ったまま踊っていくと、綺麗にパソらしく見えるというかね。そうですね、このグランドサークルのそのイメージはですね、男性が持っているケープを女性が表現しているラインになりますので、男性を中心に女性はこのサークルの外側を進んでいくようなイメージでやってあげてください。
このフレームが狭くなってしまいますと男性とのバランスが取れないので何をやっているかちょっと分かりづらくなってしまいますのでね、はい、男性はですね、はい、右手にいつも女性が、いますので右のテンションは女子の方に左のテンションは自分の進んでいくであろう方向に肘を張って踊っていくと大きな枠がキープされたままなると思います。はい、別の角度から、もう一度やってみます。はい、今度はこちら向きでこの状態で2人がシェイプをした状態からアペル進んでいってミートします。この時点で男性はまっすぐ立つのではなくて女性に自分の枠を与えるようにして立つ。そのまま女性に枠を与えながら切り返していく。大きなフレームを作っておいて最後に締める。はい、こういう感じで、踊ってみてください。はい、はい、次はですねファーラウェイからシャセケープにかけてのステップを解説していきます。はい、パソドブレのまあ代表的なステップでもありますねファーラウェイ。そうですね、シャセケープも、はい、この2つをですね僕たちが普段競技会で、やってる流れで組み合わせて、見ましたのでちょっとそれを説明したいと思います。はい、ファーラウェイの入り方は、男性が一歩後退、女性が一歩前進のこの状態から入ります。ここから切り返して女性を送ってこの状態からそのままシャセケープに入ります。この時の注意点はですね通常のファーラウェイのタイミングよりも若干最後が、カウントが早くなりますね。カウントで言うと1、2、3、4、この後1、2と3、4と1、こういう流れになります。そうですね、そうすることによってより次のシャセケープへの入りもスムーズになりますし次のシャセケープがすごくこうインパクトのあるものになりますのでね、はいはい、うまく踊るコツはですねファーラウェイというステップはこのステップの特性上、ムーブメントを見せてほしいんです。体の流れをステップというよりは運動が次の進行方向にスムーズに流れていく様を見せてほしい。そこから一度ここで音を切ってからシャスゲープに入っていくとインパクトが、出ると思います。はい、難しいのはですねこの音を切るという動作なんですけどもどうでしょうね夏子先生、この状態からまずは男性が女性の裏に回り込みます。次に女性が男性の裏に回り込んで最後に男性が回り込むやいない、いや2人でこうヒップを入れるタイミングを合わせるのがその音になりますね。はい、はい、でここからのシャセケープはそんなに距離を出す必要はありません。そうですね、女子はロックステップですので、はい、あの距離は出せませんので男性ばっかり進まないことが注意点ですね。むしろここで一回クローズした状態から女性を自分の中に引き込んできてそれを開くイメージ、そうすると、綺麗に動いている風にね。そうですね、足の距離感ではなくその上のトップのボリューム感で大きさを見せてあげてください。ここのシャセケープはね、はい、はい、こんな感じで、練習してみてください。はい、はい、それではですね、はい、もう一つ、バリエーションの部分の解説も、しておきたいと思います。はい、後半に出てくる、ロンデからの、流れなんですけれども、そうですね、勢いのあるところですね。そうそうそう、うん、少しゆっくりやらないと多分ステップが込み入ってるので分かりづらいと思いますのでゆっくり解説をしていきたいと思います。はい、男性と女性が少し、距離が離れているこういう状態、から女性がウォーク、ウォーク、ウォークときます。この3歩目のウォークの時には男性がもうこっちの手を持ってってあげてください。この状態から右手で女性を包み込むようにしながら女性をロンデさせます。ロンデさせる時に男性は体重を左に一度戻します。女性はロンデして着地した足が右足、
右、左、右と3歩歩いて4歩目で揃えます。こういう状態、こういうステップです ね、はい。角度を変えてもう一度いきたいと思います。この状態から男子はこの時点でもう女性を、呼び込むような形になってます。2、3、4でロンで、そこからステップステップステップ揃える、こういう状態。はい、足型的にはこうなんですけども、これは男性のリードが非常に、大切になってきます。コツとしては引き込む状態からまずロンデをさせるときにボディに遠心力がかかるように体重を右から左に移してあげます。そうすることによって2人の間にこういうシェイプが生まれる。このシェイプを利用して女性を自分の方に引き込むんですけど、引き込むときになるべくスペースを作ってあげたところに引き込んであげると、ダイナミックに見えると思います。よくやってしまいがちなのが、男性がロンデをさせるところまではいいんですけど、ここに立ったままだと女性との距離感が合わなくなっちゃう。すごくもうフレームもタイトになりすぎてしまいますね。これはダメ、ね。ロンデをした後に男子がしっかり自分のフロントで女性を捉える、そこから向きを変えてあげると、2人がかっこよく踊れると思いますね。そうですね。あとはですね、やっぱりその雰囲気というかパソドブレのそのウォークですね、女性の入るその4歩なんですけれども、通常のウォークというか、まあルンバウォークのようにまっすぐこうやって歩っていっても全然その勢いは生まれませんし、そのパソドブレらしいこう戦っているような雰囲気は出ていきませんので、少し膝を曲げてですね、こう頭から攻めるのではなく、足から少しずつ男性に近づいていくようなイメージ、そこから次のロンでもぐーっと低めにですね、こう高くやるイメージではなくて下を這うように、そこから男性のフレームに合わせてこのシェイプを作っていく。そうすることによってその男性のリードもより生きていきますし、女性も見えてきますね。ね、はい。ちょっとこの辺はですね、応用になって難しいんですけれども、はい。何度も2人で練習して、そうですね、ものにしていただきたいと。はい、かっこいいステップなのでやってみてください。はい。
はい、いたちょっとぶつかってしまいました ね、はい、皆さん、DVD の方はいかがでしたでしょうか。僕たちもですね非常に、楽しんで、今回収録させていただいたんですけど、そうです ね、皆さんにも楽しんでいただけたらなと思います。はい、ダンスは、ね、楽しみながらやるのが一番上達するコツですからね。はい、はい、2012年ですね、はい、今年はですね僕たちラテンアメリカンダンスの方と、ショーダンスの方の、日本代表として、世界選手権で、戦ってきます。はい、日本の代表としてね、はい、恥じないようにベストを尽くして頑張ってきますので、皆さんもぜひ、応援してください。そうですね、日本のダンサーはとても素晴らしいっていうのを世界にアピールしてきます。はい、僕たちのダンスがですね少しでも皆さんに伝わって、これから皆さんがこう DVD を見て、少しでも勉強になっていい充実したねダンスライフが送れるように。そうですね、今年1年、1年、はい、ね、祈っています。応援しています。私たちも応援しています ね、はい、そんな感じで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。